今回紹介するのは最速で出会いが増える顔になるという本です女子会で褒められる見た目と男性が本命彼女にしてほしい見た目はこんなに違っていたメイクやファッションには気を使っているし気配りも仕事も頑張ってるなのにどうして恋愛だけがうまくいかないんだろうそんなあなたはもしかしたら知らないうちに 出会いを遠ざける顔をしてしまっているのかもしれません最速で出会いが増えるちょっとした見た目のコツを知るだけで男性からの扱いが変わります。そうして自信がつくと話し方が変わり習慣が変わり気持ちが変わりすべてが好転していくと言っても過言ではないのですこの本があなたにとって最後のシンデレラレッスンになれば嬉しいです 試してみたくなるタイトルに惹かれて購入しました。特に納得したのは、アイシャドウに個性はいらない。多くの男性にとって派手なアイシャドウは、女性にとっての改造者と同じようなもので、普通で良くないという感じなんですね。例えが分かりやすくて納得。他にも、出会いの段階で異性が気にする点が分かりやすく書かれていたり、 プチプラのコスメのおすすめが載っていたりととても参考になりましたコミュニケーションの記述も目から鱗というかとても興味深かったですこれだけで一冊本を書いてほしいなとも思いました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。